まあ、いろんな、ゲイリーからも今年いろいろとまたワームが出ていく予定で、その中で僕が知ってるだけの情報では2点あります。名前だけ言っちゃうと、ヤマミミズとヤマタヌキっていうね。ヤマミミズとヤマタヌキ？はい。コンクルージョン。明けましておめでとうございます。2021年、本年もよろしくお願いいたします。ちょっとメガバスで今作ってるルアーがありまして。愛人のルアーで。それ、結構今なんか、はい。これ大丈夫なんですか？行っちゃって大丈夫なんですか？そこまでは行っちゃって大丈夫ですね。この、どうだろう？ちょっと待ってな。まあ、モザイクかかってるんでね、結局これ見たってモザイクですからね。大丈夫ですか？これモザイクだったら大丈夫ですか？この大きさ感とか出ちゃって大丈夫なんか分かんないぐらいのモザイクにしてください。おはようございます。釣りコーティビです。おはようございます。小森さん。はい。いろいろな新製品とかいろんな情報をいただいてるんですけども、はい、ゲイリー山本の方ってなんか動きあったりするんですか？それは動きはありますよ。なんか新しいのとかなんかいろいろ。まあ、いろんな、ゲイリーからも今年いろいろとまたワームが出ていく予定で、その中で僕が知ってるだけの情報では2点あります。名前だけ言っちゃうと、ヤマミミズとヤマタヌキっていうね。ヤマミミズとヤマタヌキ？はい。ワームが出る予定です。え？それで、ヤマミミズはなんか想像つきますけど。ヤマタヌキはもう、しかるべきところから発表されるのをお楽しみにお待ちください。わかりました。はい。ヤマミミズはちょっと僕もかなり、待望したワームなので、かなり、絶望して作っていただいたところがあるんですね。まあ、あんまりね、サクッとサッと一瞬しか見せられないですけど、ねっとり見せてもらいたいですけど、まあちょっとでもチラッとでも見れると嬉しいです。そもそもここにあるのか、ヤマミミズ。これないな。これね、すっかりね、これ話し出す前からここにあると思って喋ってたけど、ここにないね。ノーヤマミミズ。ノーヤマミミズ。どうしましょう。まあちょっと、あ、さっきそれ一個危ないのがある。当たりが来てますね。あれ僕にもヒットしてますね。スーペリオフック刺さりすぎ。スーペリオロックしてます。完全にしてませんね、これは。大丈夫です。大丈夫です。よいしょ。山ミミズどこにいたら会えますか？ここに一匹だけいましたね。まあ山ミミズ、これが山ミミズ。ゲリー素材のミミズです。うわあ、それは確かに欲しかった。ゲイリー素材のミミズです。このね、超生命体マテリアルと言われてる、このゲイリー素材で、ミミズを作りました。これはね、間違いなく釣れますよ。まあ釣れるでしょう。それは間違いないと思うんですけど、想像の斜め上ぐらいにいっちゃえるぐらいな、期待値がありますね。サイズはいろいろ、まあ、待ってればいろいろ展開とかもあると思うんですけど。全てにおいて楽しみにしてください。はい。プリ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 回しちゃって、なんか色も楽しみにしてください。まあ、なんでこういう、このワームが僕が必要かっていうと、はい、そのね、ワーム、まあ、今日ワームってこう、基本的にはこう、テールがついてたりとか、あるいは、細くなって、こうテーパーがついてたりしますよね。はいはい、大体今のワームってこういうものが多いんですけど、これもワームが、こうテールがアクションしてくれるわけです。こうね、でこれはもうビビビビってこうシェイクしたら動くやつですね。でその時にまあワーム動かす時に必ずジグヘッドったら、まあ、ここにあって、ここ支点があるわけです。ワッキーだったらここが支点、これ支点があるじゃないですか。こういう支点があるんですけども、ネコリグで使うクローラーベイトって言われてる、要はミミズですね。ミミズの類って、これで使うとテールが動いちゃって、ボディをロールさせても、テールの動きがロールじゃなしに、微波動になっちゃうんですよね。僕はロールアクションで、ぬるぬる食わせたい時とか、そういった時に、ノンテーパーのワーム、太さが全くないワーム、蓋の違いが、はい。こういうものがずっと欲しかったんですよ。で、まあ実際こういうものって世の中にあるんですけども、まあこういうワームは、これをちゃんと、なんでこういうワームが釣れるかっていうのを言ったことある人があんまりいないと思うんで、僕はちょっと自分の中では言ってきてるんですけども、こう、
アクションを加えた時にワームがロールするんですけど、そのロールのアクションが先端からケツまで同じ均等に伝わる。だからつまりワームがくねくね動いてる時のくねくねの波動がフックの動きに合わせたくねくねとケツまで同じだけくねくね動くんですよね。それによって、まあ、あのこういうちょっと微波動になって大きな水の動きが消えてしまうルアーよりも大きく魚を寄せることができる。でこのくねくねを使ったワームがやっぱり欲しかったです。でカリフォルニアロールっていうワームがあって、これは根底に限りなく近いです。まあ、ちょっとテーパーはついてるように見えるんですけども、あれはこうテーパーじゃなくてこう先端が、ね、スピアになってるんですよね、槍に。はい、はい、で実際ここの比重とここの比重が変わらないから、真ん中に針かけたり、まあ、ちょっと頭寄りに針かけるんですけど、かけた時にこの回転方向アクションした時の針がこうやって動く、この回転動きが、まあ、トップとテール両方に伝わってくねくね魚を誘うことができる。それでカリフォルニアロールっていうワームは釣れるんですよね。まあ、それを分かってて、なおかつまあ重たみがあるってことでカバー猫ですごく向いてるなと思って使って、2018年のバスターオールスタークラシックで優勝したんですけども、このノンテーパーのワームっていうのはもっと昔から結構使っていて、で、まあ、カットテールっていうワームもあるじゃないですか。あれもやっぱりテーパーがかなりきついんで、まあ、あのテーパーがきつい分テールがこうやってついてるからそのバランスが取れる面もあるんですけど、やっぱり1点でシェイクするとこれがピラピラピラって動いちゃって、アクションが誘うアクションじゃなしに食わせのアクションになっちゃうんですよ。こういう微波動のちっちゃいアクションっていうのは食わせのアクションで、誘うアクションってやっぱボディ全体のこういう動き、これをやっぱり効率よく出したいなっていうのがずっとあったんです。で、まあ、あのゲリ素材でそれもで、まあ、今回実現できたのはこのヤマミミズっていうバームですね。で、まあ、どういった時に使うかって、やっぱもうその寄せて食わせるというよりも、もうバスが近くにいて反応してくれたら一撃で食わせられるんだっていうロケーションで使うことが多いんで、僕はやっぱサイトフィッシングでやったりとか、カバー周りとか、バスがいるところに投げていくっていうのがメインになっていくワームなんですが、このヤマミミズちゃん出る前に一つだけスーパーテクニックをここで展示しておきます。はい。これ他でもちょっと言ってきてることなので、まあ、耳にした方がいるかもしれないんですが、こういう、テーパーのないクローラーベイト。テーパーのない太さがこう頭からケツまで、ほとんど太さの違いないクローラーベイトを使うコツとして、これを覚えておければかなり釣りが上手くなっちゃうぜっていうコツで、そんなの YouTube で教えないよって怒られるかもしれないです。ここから有料です。有料です。はい、ここからは、こちらの方にアクセスください。はい。皆さんだけは今日無料で入れますんで教えてください。これでボトムにこうルアーが当たってします。これボトム、はい、まあ猫リグで投げたらボトムにバーンと入るじゃないですか、沈んでいって、でシンカーがボトムについてます。こうシンカー入ってますよね。この一箇所でこいつが動かないようにシェイクしてください。動かないようにシェイク、はい、つまりこうボトムにバーンとついてシェイクで、この時に皆さんシェイクってこうワッキーこうやってワームがなることをイメージすると、ちょっとカットテールこうやるんでこれでやりますと、こうなることをイメージしてると思うんですけど、ボヨンボヨンでした、はい、ここで僕やってほしいのはワームがこうなることです。ああ一点でロールするようなイメージでアクションを入力していく、はい、多少こうなってると思いますが、こうやって動きます。ワームこの時にトップとケツの太さがあまりないことによって同じ回転が与えられるんですよ、上と下に。カットテールだとこっち動かしてもやっぱテールがもっとビハードになっちゃって食わせのアクションになっちゃうんですね。だから食わせるならこれで全然いいんですよ。ちょっと寄せて食わせた、要は食わない、スイッチが入ってない魚、入らない魚にスイッチを入れながら食わせたい時ってやっぱこのくねりが必要なんですね。まあこのくねりを生かして初めてクローラーベイトっていうのは生きていくんですよね。そのくねりを与えるためには1点でシックスで、そうなるとワームがね自然とね寝てないで立ってくるんですよ。できればこうワームを立たせてここでシェイクしてほしい。これねストローシェイクって僕は呼んでます。それはもう公言されてるわ。はい、これはねちょこちょこ言ってるけど浸透してません。まああんまり僕も内緒にしてるんでちょこちょこ隠しながら言ってるんで、ね、じゃあこの2021年っていうことで、はい、ついに出ましたね、ストローシェイク。ストローシェイク、ストローが1本で立っているかのように1箇所でネゴリングシェイクする。これでも、ね、かなり難しいです。
正直これはテクニック必要です。竿とかトータルのバランスとかも必要とかもあるし、手首の動かし方もあるし、手首のコツなんか教えてもらえるんですか。いやーこれね、見たところで分かんないですよ。これはね、僕は基本的にイメージというか、まあ、はい、どんなつもりでこう自分の釣りは誰にでも分かりやすく説明していけれる釣りだけをやっぱりやっていきたいと思って、簡単な釣りを簡単に引き出せるように僕はずっと今のバスフィッシングをやってきてるんです。だから僕の釣りは真似したら誰でもできちゃうんです。だけどいくつかできないことがある中の一つの技ではあります。これはアクションはこんな感じです。違いを言うと、レッグアームのダウンショットやるときのシェイク、はい、あ、はいはいはい、ラーメンに胡椒をかけるようなシェイクってよく言うじゃないですか。これぐらいです、いつも。じゃあラーメン胡椒シェイクだったんですね。そうです、今まで亀山ラーメンはこれぐらいのシェイクです。指の動きもこんな感じです、はい、今のストローシェイクのやり方は、はい、まあ、こっちに持ってるんで大丈夫ですよ。こっちに持つとね、手首がこっちにあんまり動かないからやりづらいんで、ちょっとねリールを手のひらで受けるかのようにして、リールの重みをこっちに持ちながらこっち方向に竿を振るような感じで、あ、でも、あ、なんかなんて言ったらいいのかな、これね、手が竿にくっついて一緒に触れてるようなアクションです。なんか見てる、まあ、これでもいいんですよ。これでも細かくできるならこれでもいいです。これを縦にやってるだけなので、はい、レッグアームのシェイクは先言ったらこれです。あ、でもそこら辺の細かい入力をやるためにやっぱ最近のそういうコンクルージョンとかの、はい、竿が軽くなることによってそこら辺まで微妙なコントロールが、はい、昔のってやっぱ重くてどうしても大振りになりがちなのが、今の軽い竿だと結構自分なんかでもそうですね、細かいぞみたいな入力できるようになってきてるんで、はい、そうです、細かい字を書くようなもんですからね。やっぱ軽くて細いものを使った方が細かい字を書けると思うし、はい、太くて大きい腕ではやっぱ大きな文字しか書けないし、そういう意味で繊細な竿を作っていってるんで、まあこういうシェイクです。それをボトム付近でこうねじ動くように入力してるつもりでやっていくのが、はい、あんまり深いところではできないと思いますよ、はい、3メーター以内ぐらいまでの、まあ、一番この技が出てくるのは正直言うとノイケドカッパリなんですよ。もう足場があんまりなくてここでしか釣りができないところで、たまにバスが回ってくるかもしれないし、いるかもしれないけどなかなか釣れない時に一匹だけ釣りたいって時は僕はもうこれ、ずっとこの黒ラベル引っ掛けてこれです、はい。あるいはでっかいバスがショーライン泳いでてルアーは一瞬見るだけで食ってくれないとか、そういった時もこれ。それなんかが特にやりやすいように今開発を大詰めで進めてるのが山ミミズ。山ミミズは、まあ、クロラベイトです。要はゲイリー素材でできたミミズなので、別にこれがやりやすいように考えてるわけではないんですが、まあよく飛びます。なのでアプローチしやすい。それからやっぱその今まで使っていただいたゲイリーのワームと同じ素材のあの素材なので、どれぐらいで重みを感じるとかっていうのも分かりやすいと思います。軽いワームではどうしても分からないじゃないですか。その辺は水の掴み具合も、あ、ゲイリーの水の掴み方してるなっていうのがやってて分かりますよね。これが多分超過につながるんじゃないかなと思ってるんで、まあゲイリーのミミズ、本当はミミズ使いたいんだけど、ミミズは餌じゃないですか。じゃあミミズを何から作った時に何で一番使いたいって言ったらやっぱゲリでしょっていう感じのミミズです。ミミズを一点でこう、ミミズがもう、水の中の土に潜ろうとしてるような、こういう一点シェイクをやることができれば、相当な超過が得られるんじゃないかと。まあ、もちろんこれができなくても、ワッキー掛けのダウンショットとか、まあ、あるいはストレート掛けのダウンショット、あるいは普通のネコリグで、普通にこうやってぽよぽよ泳がしてもらっても全然釣れる場面なので、ただテクニックとして、このストローシェイク。これを新年早々公開してしまいました。ありがとうございます。絶対別の名前つけて自分の YouTube でやるやつとか、別の名前をつけて雑誌で公開する人も出てくると思います。いやでもストローシェイクはストローシェイクですね。やっぱ小森さん、まあ山ミミズ&ストローシェイクみたいな感じで、はい、なんかそれでもトーナメント勝っちゃいますからね、小森さん。あ、これ勝ちますね。正直言ったらもうこれで多分今必要なそのゲイリーの食わせアイテム、ストレートバームってゲイリーの得意分野で、もう全国に代表される、それから、カットテールってもう時代を作ってきたわけですよね、はい、その中に唯一このノーテンパーのワームっていうのはなかったので、
でもそれってあの、はい、バサーオールスタークラシックでカリフォルニアロールで優勝した後の、はい、あの飲みに行った時に、はい、泥酔状態の小森さんが3時間ぐらい熱く語ってた。言ったかどうかも覚えてないです。いや言ってるんですよ。俺覚えてるんで、はい、ノンテーパーのーって言って小森さんが、はい、ああいうののああいうののこういうのっていや釣り子 TV で探すと出てくるんですけど、はい、バサーオールスタークラシック優勝おめでとうございます。ありがとうございます。これなんでストレートであるか、はあ、これねテーパーがついちゃうとシェイクした時にテーパー部分だけ細かく動いてボディが動かなくなっちゃうんです。つまり水当たってる水を逃がしちゃうんですよ、はい、だからノンテーパー下から上まで太さが変わらないっていうことがレコーディングで使うワームにとっても大事なことなんです。使い比べれば分かると思うんです。先が細くなってるワームと先が細くなってないワームとシェイクした時にロールの度合いが違います。ノンテーパー、これもずっと僕は実はセミナー等で言い続けてるんですよ。ノンテーパーで、このカリフォルニアって限りなくノンテーパーに近いんですよ。ノンテーパー、ノンテーパー、ノンテーパー。それがいつの間にかテストが繰り返されていよいよ出てくるっていうのを自分感動っていうか、長いので優勝したのにカトテールも、あ、後ろちょっと切って使ってましたね。そのイメージに近づけるような微調整はされてたんです、はい、頭じゃなしに後ろを切って使って、後ろ切らないから普通と思うんですけど、それは出たらちょっと大人買いしちゃうかもしれないワームですね。でもあのぜひ使ってきてほしいなと思ってます。まあ、ミミズっぽいワームは世の中にいっぱいあるんですけども、ゲイリー素材のミミズって絶対使ってみたいものだと思うんですよね。僕もこれゲイリーで作ったらどうなるんだって、他にもいっぱいそういうワームあるんですけども、まあミミズだけはもう僕自身のこの使い方もそうだし、アイデンティティもあるので、ちょっとやっぱりかなり欲しかったアイテムで、そこがパーツが埋まるっていうのはとってもトーナメントでは武器になるなと思ってます。これは重大な発表ありがとうございます。はい、公式発表待たずに発表しちゃって怒られるかもしれないですけども。あ、大丈夫なんですか。いいでしょう。モザイクかけといた方がいいですか。まあルアーはサクッと、まあでも どうしましょうか。いずれ目に入るし、うん、変わったアイデンティティが乗っかってるわけじゃないので見てもらっても全然大丈夫です。これがヤバミミズです。ヤバミミズ先っちょしか見せませんけど。コールさん、はい、ちょっとまだあんまり姿形はもうちょっとっていうところなんで、はい、そのモザイク状態で締めていただけますでしょうか。はい、はい、まあもったいぶるような形ではないんですけども、まああの家で山本、今年もいろいろとねやっぱり僕もゲイリー商品でまた大会買っていきたいと思いますし、まあ引き続き皆さんの安心のふるさとゲイリー山本ワーム、僕もそうなんですよね。試合でもう迷ったらレッグワーム、迷ったらカットテール、まあそういうのがあるからやっぱバスに安心して釣っていけるってのもあるし、それでいて今度は攻撃的なルアーもいっぱい出てきてきますんで、この、ね、ヤマタヌキっていうのもかなり攻撃的で面白いと思います。ぜひ楽しみに、ゲイリー山本を通して小森つくひこをまた見てもらいたいし、小森つくひを通してゲイリー商品のまたよろしくお願いいたします。チロチロちょっと見せていただけると。ありがとうございます。ありがとうございました。